こんばんばは、クニオです、えー、と今日はひなフェス中止についてちょっと意見を言っていきたいななんて思っておりますので、えー、とこの動画を楽しんでくれたら嬉しいです。最後まで付き合ってねさあひなフェス、えー、まあ、簡単に説明すると、まあ、今年は明治神宮でですよね。それで3日間、えー なんかプレミアムをつけて6グループがコンサートをやってくれまあその催しみたいなのもちょっとあったのかなっていうふうにする企画、うん、まあお祭りっすねこれがまあダイアンは探しているけど中止ということですよあやっぱソロのコーナーね あのくじ引き的な歌を当てた人たちがどういう歌を歌ってくれるのかとかどんな形今年はどんなバランスでやるのかなグループねみんなプレミアムも含めて何のかなみたいなのは毎年超楽しみにしてる側なんですけどもうこれ仕方ないんですかね,ねだってどんないろんな興行が今。 模索しながらでしょうけどほぼほぼ中止な方で落ち着いてるんですよね落ち着いてないだろうけど結果ですよね発表のうんでこれにまず言及したいのですが皆さんもうこれは意見を聞きたいね中止昨今のこの連続のイベント まあ、フェスライブリリーベ全部ですよねについてどうお考えでしょうかまあ僕の気持ちというのはあまりこれは余計なこと言わないですが最小限でお届けしとくと僕は中止大反対派です、まあ、理由は後ほど述べるとしましょう、まあ、そういうふうな意見を言う立場と思ってこの後の話もイメージしながら付き合ってくれたら嬉しいですさあさあさあ 代案というのがあのいくつか出ていると思うんですよ。これを僕は大きく3つにまとめましたで。まず1つ目いきましょう。もうこれは簡単に言うと無観客ライブ。場所をどうするんだっていうのはあるけれども無観客ライブでネット配信。まあ、これが3つの中で言うと一番現実的でかつ我々にとっては ロス感が少ない気がしますいやえねえからロス感あるよっていうのはとりあえず置いといてだよ。どうしてなぜならば、えー、とメンバーはおそらくこのフェスのために練習してきてるんですよね。でトレーニングしてきててそれをこのタイミングでしか出せないパフォーマンスのクオリティ内容っていうのがありますよね。それがなしになっちゃうっていうのがもうすごく嫌だ。<laughs> わがままだろって話かもしれないけど嫌なんだもん、うん、メンバーも嫌だと思いますねこれは証明できるのがあって今日「ひなフェスの中止」ってブログダダダッと見てみたんだけど今上がってる時点のやつだよ武のいきなり最初の選考以外ではリコリコ以外は触れてないっすもんこれだ勤めて」 もう皆さんの前でコミュニケーション取れる数少ない機会をブログだとメンバーが思ってるんだのを伝わってくるし努めてて明るくく楽しくっていうようよよなもう気げですよこれだから好きだってのもあるけどまあ事務所のねお偉いさんたちのそういう判断もあるにしてもなんかねこの距離が近くなってるう アイドルファンとの距離ですよねこれをメンバー今いるメンバーうまくというかちゃんと分かってエンターテインメントにしてますよこれが伝わってきてる、ね、だからこの第1案なんですけど今のその熱量でやる僕はライブのひなフェスの内容の表情が見たいな 景色はともかくまあそういうことであのロスを少なくする上での案としてはこの 1, 1つ目のやつが一番可能性としては高いんじゃないかなも含めて考えておりますじゃあ2つ目、えー、と2つ目は延期ですよこれね実は超難しいと思うんですけど、まあ、なぜかというと同じ規模の会場を二か月後3か月後とかで 取れないからキャンセルをいろんな事務所とかで掛け合ってキャンセル出したの先に回してくれとかやるかもしれないけどけどですよこれできない多分、うん。なので延長するんだったらもうアイディアごとなんか、うん、変えて希望も変えて。 にななるのかなと思ってま,すまあこれこのウルトラーですけどウルトラーって今若い子分かんない <laughs> ですけどあのー、なんか考えてると思うんでそれはそれで楽しみにしてみたいと思ってますしえっ、ー、と選んでくれたとしたらやってくれたらありがとうっていう案件だと思いますじゃ延長これは2つ目で3つ目これはねまあ難しいでしょうけど よくでもねやんないだろうなあの比較的被害の少ない外国に行ってやってしまうってことやんないだろうねうでもこれなぜこういう案を言ったかっていうと何か世の中とか物事とかを変えていく時のなんていうかねアイディアっていうのはねもう奇想天外のものしかね トップニニュューーススっていうかいいいうかなならないです、ね、でこれこういうことやったらバズれる可能性があるってことなんだけどねすだって規模さ考えたりいろんなことしたらねウラジオストックでファンイベントとかはパンとやれてしまうんだからっていうなんか変,変な理論だけど、うんまあ、それもね結構するのかどうか分かりませんけど。 まあ場所を変えて挑戦してみるっていうのであれば世論があんまりうるさくないところに行ってっていうのもありなんじゃないかなとそういう話かってね、うん、っていうような3つ、えー、と提案してみたいなと思いました誰に届くとかではなくゼロより1の発信というところが、まあ、価値のある時代なんじゃないかなっていうふうな、うん、そういう理由でこういう話をしました まあそしてじゃあヒナフェスねダイアンではなくヒナフェス自体の話題とかにしましょうか、まあ、僕いつも楽しみにしているところで言うとうんまあ会場中ねその若い子たちとこのわちゃわちゃ感が楽しめるメンバーであったりハロー以外例えばアップガニキとかねアップガニキなんかねヒナフェスでかなり仲良くなった人たちが現場行きだしたなんて話もよく聞いてますし。 すごくなんかポジティブパワー,おー超お金使って荷物こんなになっちゃうって言うけどポジティブパワーがなんか無駄に弾けてていいなって思います室太のねあの画像があのチリとかそっちでバズってるのもねあれひなフェス画像ですもんねなんかそういう面白い楽しい空間が一つなくなってしまうっていう決断は うん、仕方ないかもしれないけどこれ明治神宮とかでしょねもっと前から分かってたはずなんだけどでもそれも調整してくれた証でしょ、うん、僕こういうね、あのー、昨今の中で、あのー、事務所否定する人多くいるけどもう超頑張ってると思いますよなぜかもうこれをお話しして今日の動画は締めます 僕はイベントとかライブハウス、クラブとかそういうところで、まあ遊びも仕事もやらせてもらってるんだけれども、今めちゃくちゃ大変ですから。で、あのね、彼ら、彼女らは、まあもちろんスタッフ、イベントの運営してる会社とかもそうですけど、保証がなく、やっぱこういうところを回って回してる現場なんですよね。 でこの人たちをこの僕ちょっと言葉選ばず言うとこの程度のことでなんか食失わせたりニーズ減らしたりするの大反対なんですよね。なのでちょっと近々あの僕からも発表しますけど何か助けになることとあと日常を失わないことというのを推奨するような。えー 仕掛け、えー、と手伝い協力あと僕の考えというのは出していきたいなと思っています、えー、なぜかというと我々はそういうところで働いている人たちとかの力がなければハロプロはモーニング娘。を除きほとんどのメンバーがライブハウスでライブやりますそのシーンを、まあ、守っていくことが継続していくことが厳しくなってくる そういうことをちょっと皆さんでこの機会考えて、えー、と何か中止というものですよね、えー、とご意見なんかいただければと思いまして本日はそういう回の動画にしてみたいと考えておりましたですので是非ともご意見、えー、とコメント欄で構いませんので、えー、皆さんの本音でもいいですしこんな未来がいいようでもいいですしいただければと思っております ディスカッションする動画というのが太田はる香ちゃんの動画をきっかけですけども非常に、えー、と高評価近しい人から得ておりますまあ、こんなになっちゃってるのもいるんですけどもそれはもうすいません自分の話の持ってき方があんまり上手じゃなくて <laughs> ですけれどもえっ、ー、と YouTube 始めて丸1ヶ月が経ちますので自分の国尾チャンネルの形の作り方というところは、まあ、模索を次の段階に入れてみたいなと考えておりまして。 こんな提案を差し上げておりますですので皆さんえー、とテーマはひなフェス中止ライブハウスイベントの中止こういったものに関してのご意見を募集しておりますでは国のチャンネル今日はこの辺にいたします引き続きえっ、ー、と皆さんと一緒に楽しめる場所を作っていきたいのでお付き合いよろしくねじゃあそんな感じでまたね頼むよ